書くよ。こうなるのを分かっていて捕まえたな。まあまあ、せっかくだから見てみましょう。同じ軍師として曹操殿があの男をどう評するかも知りたい。助手と言ったな。八門金さんに対し振るった知略、なかなかのものよ。何がなかなかだ。結局俺は陣一つ破れなかった。いや、劉備殿は逃げおせた。それで十分か。あとは彼らがうまくやってくれる。きっと俺よりも。俺の役目は果たせた。残ったこの命など好きにしてくれ。ふん、その程度の気概か。知恵はあってもこれでは小役人程度にしか使えぬか。小役人、それが波動を行く者の目に映る俺か。なんと小さい。それでも、だとしても俺はこの地で乱世を終えるための力となりたかった。ほう、見据える先は小役人のそれではないか。乱世を終えると言ったな、ジョショよ。その願い、わしのもとで叶えよ。俺を使うと？ああ、使う。お前もわしを使うがいい。わしと来い、ジョショ。承知しました。ならば、まずはこの縄を。今、新たな生を得ました。上玄直、曹操殿のもとで乱世を終える力となりましょう。